2020年12月1日です。養老牛温泉唐松の湯に入ってまいりました。2回入りました。1回入って車に戻ってカップ麺を食べて、それで2回入ってまいりました。これから摩周道の駅まで戻ります。ここから20キロぐらいです。唐松の橋っていうところがあります。この橋をカーナビでセットすれば来れるんじゃないかなと思います。ロコに。